多くのゴルファーが目標とするエイジシュート。88歳になった今でも記録に挑戦し続けるゴルフの達人をご紹介します。グッドラックストーリー。盛岡市に住む泉悟さんは今年5月、年齢以下でラウンドするエイジシュートを870回達成しました。ゴルフを始めたのはちょっと遅めの52歳。自衛隊の事務官として仙台で勤務していた時、初めてクラブを握りました。泉さんがゴルフを始めたきっかけは、スキーを専門にやってたんですよ。仙台に転勤したらね、みんながゴルフやってたんですよ。職場の仲間の見に行ったんですよ。意外とちょろったりね、そういうのがきっかけで始めたということです。初めてエイジシュートを達成したのは70歳の時です。以来18年間毎年記録を更新してきましたが、それは年齢からくる体力と気力との戦いでもありました。体が落ちてきますよね。まず一つはどっちかといえばそのための健康管理がね、だからそれがうち の神さんがその感じ、してもらってるようなもんだね。あとは仲間いないとゴルフはできないもんですね。シニアゴルファーとしては日本でも名が知れた存在です。公式戦40勝、第12回日本グランドシニアゴルフ選手権では準優勝に輝きました。会員さんも東京全国合わすと2000人近くの中で、なかなかそういう方いません。私なんか学生の頃18からやってて負けちゃいますから、ぜひ元気で頑張ってもらいたいですね。88歳になった今でも週に3回ゴルフ場に通い、記録に挑戦する泉さん、驚きの目標を教えてくれました。まずはゴルフとスキーを続けることですね。でその結果、ゴルフはエイジシュートの1000回が目標です。でとりあえず今年900人とか達成すれば来年1000回が見えてくる。夢の1000回へ、88歳エイジシューターは挑戦します。目標達成、グッドラック。お互いの考えや思いを理解するために会話をすることを大事にしています。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。